言ったらもう今日はもうここだけ分かっといてください。おっかねにクレッシェンドー。はい、今回は音楽家も最大30万円かという中小事業者への一時金のお話で、バイトはカウントしますかというところに関してお答えしたいと思います。今日のお話こんなになってます。まあ、動画でね、何日か解説しております経産省の一時金マックス30万円個人ならってやつですね。こちらたくさんの質問とか相談をいただいております。ありがとうございます。はい、でその中でバイトはどういう扱いになりますかって、まあお給料ですね、こちらの質問がすごい多かったです。でここも勘違いしやすいポイントだろうなというふうに思いましたので、今日は動画で取り上げてみますね。こちらについて解説していきます。はい、というわけで初めにこのご案内をしておきますが、ここいつものご案内になりますので、知ってる知ってるって方は1分ぐらいかな、シュッと送っちゃってください。いきます。この動画はパワーポイントで動いておりますが、これをレジュメの PDF、まあ、PDF にね、データ変換したものですね。こちらを音楽の LINE アットというのがございまして、こちらの音楽の LINE アット、ちょっと YouTube の下の方の説明欄、概要欄を見ていただくと、リンクが貼ってありまして、ここからピッと入っていっていただいて、レジュメが欲しい方は、レジュメください。もしくは、レジュメ、ね、過去にいっぱい入っている Google ドライブのリンクっていうのがあるんですね、音楽の方で。こちらの方をくださいとかって言っていただければお送りしますし、そして、実はこの LINE アット、栗原に直接質問相談ができます。なので、こちらの方をですね、じゃんじゃん送ってください。ただ、今のところ直接お答えしておりますので、ちょっとですね、全部の質問、相談、全部この目で見ております。ただ、ちょっとね、溜まっちゃうときあるんですね。1週間とか2週間とか溜まっちゃうときあるんですよ。ごめんね。ね、そうなので、ちょっと溜まっちゃってもいいよとか、あと溜まっちゃったときにもしかしたら、ちょっとまとめて LINE とか YouTube でお答えするときもあるかもしれません。まあ、それでもいい。待ってもいい。まとめられてもいいという心の広い、優しい音楽家さん。ね、ぜひ質問とか相談とかガンガン送ってください。はい、では本編の方入っていきたいと思います。こちら、はい、めっちゃ多かった質問ですね。まあさっき言いましたけど、バイトとかお給料っていうのは計算に入れますかとか、この経産省の30万円の一時金の計算に入れるんですかというお話になります。まあ言ったらこのマニュアルリーフレットというところのここの話です。ちょっと読んどきます。これ全然見えなくていいですよ。見えないですよこれね、ちっちゃくて大丈夫。読む、俺読む。この要件のところに書いてある下の方に、本年1月から3月のいずれかの月の売上高が対前年比、もしくは対前年比ですね、 50% 以上減少している方って、こういう数字の条件があるわけです。この 50% 以上減少していることっていう、つまり本年1月から3月までの数字と前年か、もしくは前前年の売上の数字、これを比較してくれって言ってるわけですから、この中に数字がいっぱい出てくるわけですね。この数字にアルバイトとかパートとか含まれますかという質問になります。はい。で、もう今回は、これ、まあ、あくまで俺の解釈なんですけれども、ここらも本当に今回はシンプルです。言ったらもう今日はもうここだけ分かっといてください。どういうことか。お給料、バイト、パート、いろんな言い方あります。正社員もあれば、嘱託社員もあれば、期間限定、いろいろな方がいらっしゃいますが、給与所得と言われている収入ですね。平たく言うと、源泉徴収票っていうのをもらっているような収入所得の方です。源泉徴収票。ちなみに言うと、支払い調書っていうそっくりな源泉の金額が書かれてるやつがありますけど、それちょっと違いますので、源泉徴収票ね。こちらです。これ、給与所得の収入。これは、一時金の計算にはカウントしないはずです。と、俺は思います。これちょっと入れちゃうと、そもそも前提がおかしなことになっちゃいますので、この給与はおそらくカウントしないんだろうなというふうに思います。具体的に言っとくと、まあ経産省か、経産省の方で出しているこういう式があるんですけれども、この式あります。この式のどちらにも、まあ、上か下かですね、カウントしないっていうことだと思います。2020年または2019年1月、2月、3月の事業収入から2021年の減った月の事業収入 ×3 を引いてくださいっていう式があったわけですが、よく見たら俺ちょっとこれ、赤で囲っときましたけど、事業収入って書いてあるじゃんって話ですね。事業収入ってここによく見ると書いてあるよってことは、事業収入、じゃない給与収入は入れなくていいよってことになる。なので給与収入に関してはこの2020年、2019年、2021年、どこの数字であろうと無視してくださいということになると思います。
一応ここにも貼っときましたけど、さっきのところのね、あのリーフレットから抜粋してますけども、支給額のところに、ここに事業収入って、事業収入って、まあこの式と同じものがここに書いてあるわけですけど、こっちは大きくしてるだけね。事業収入ってはっきりこんだけ書いてありますから、まあ給与収入、給与所得は関係してないだろうなというふうに俺は考えています。一応正式決定、ね、正式決定詳細の発表を一緒に待ちましょう。それが出たらまた必ず解説します。はい。で、ちょっと気をつけてほしい点が1点だけあります。こちらになりますよ。ね、気をつけてね、ということでちょっと書いておきました。はい。持続化給付金ありましたね。2020年。まあ、2021年の1月とか、まあ、今も一応、あの、延長期間にはなっておりますが、まあまあまあ、あの持続化給付金ね。マックス100万円だったやつです。個人の方はマックス100万円だった。あの持続化給付金とかは、実は後から、給与所得の人でももうもらえるようになったっていうのがあったじゃないですか。6月ぐらいのね、と追加の要件で。最初事業所得だけだったんですけど、後から雑所得とか給与所得も認めてほしいですっていうのが通って、まあ相当なこういろんな条件がつきましたけれども、給与と雑も OK になりました。でその中で給与所得で、基本的には給与所得もあの時に対象外だったんですけれども、一部請負契約とか業務委託契約の人も対象になったっていうのがありましたよね。だからあの某楽器店でピアノの先生をやってる方、あの楽器店さんからは給与、つまりさっき言った源泉徴収票をもらっている給与所得者だったんですけど、いや実は業務委託契約とか請負契約、つまり雇用契約ではない契約を結んでいる方は対象になったと思うんです。ということはもしかしたら今回の、まあ、経産省、同じ経産省ですからね。で、今回ミニ持続化給付金なんても言われてるぐらいですから、もしかしたら給与所得、給与収入の方も、こういう請負とか業務委託の方に関しては、ちょっとね、どのような扱いになるかがわかりませんので、現時点では本当に全くわかんないです。一緒にこの発表をね、待ちたいなというふうに思います。なので、ここのところは気をつけてほしいなと思いますが、でも、さっき見たように、事業所得で、音楽の収入を申告できる方は、その方はもう給与収入、給与所得全く無視してくださいということになります。ちなみにこのね、その某楽器店みたいに、給与所得で契約している方は、これ、給与所得、給与収入を事業収入とか雑収、所得、ごめんなさい、事業所得とか雑所得で確定申告をするってことは、基本的にこれ、税金の方の法律でできませんので、だから給与所得の人は、これはちょっとね、どのような扱いになるのかっていうのを発表を一緒に待ちたいと思います。ね。ちょっとあの、給与収入関係のお話だったので、ここのところもちょっと補足的に説明してみました。はい。今日本編ね、ここまでになりますけれども、こちらの案内ちょっとお願いというか、この一時金ね、ちょっと皆さんと一緒に作っていきたいなという面もありますので、この一時金本当に音楽家さんからの関心度めっちゃ高いです。質問とか相談もね、ものすごい寄せてくださってますし、それからこの動画の再生数とかもね、ぶっちゃけ変わっております。ありがとうございます。なんですけれども、こちらの方ですね、あまりにも関心が高いので、これなんなら質問に答えるだけという動画も作成してもいいんじゃないかというふうに、栗原会議の中で、俺が一人で会議してるんですけど、企画会議の中で持ち上がっております。なので、まあこれもね、皆さんから反応があったらの話なんですけど、もしよかったら LINE の方に、ぜひ直接質問ください。で、もちろん、LINE の中で直接お答えね、なるべくしますけれども、この中で、あれこれちょっとみんなにも他の音楽家さんにも知っといてほしいなぁなんてのがありましたら、そちらの方で、この質問、Q&A だけの動画っていうのも作ることもちょっとね、検討しておりますので、まあぜひお寄せください。で、あんまりそんなになかったら、やりませんけども、あったらぜひこういうのやっていきたいと思いますし、そういう動画を作ってくれ、みたいなのもね、あったら、どんどん言ってください。自由です、うちの LINE アット。ね、本当に自由だよね。やってる人分かるでしょ？はい、自由ですから。はい。で、ちょっとね、この LINE アットの方に直接相談をくださいって言ってるんですけども、じゃあ YouTube の方はダメなのかっていうとですね、コメント欄も必ず見てます。だから YouTube のコメント欄に、ちょっと LINE とかね、いろいろやってないとかいろいろあって、ちょっとっていう方は YouTube のコメント欄に書いておいていただいても、必ず見ております。だから、それを Q&A 動画を作るときに反映させる可能性もあります。ね、内容によっては皆さんにこれをお伝えした方がいいんだなと思ったら反映させますが、ただ今のところ返信は YouTube のコメント欄にはしておりません。もうごめんね、なんか何私の俺の YouTube のコメント欄には一切栗さん答えないのって、本当にごめんね。なんでかっていうと LINE アットの方で1週間2週間とかお待たせしちゃってる方いらっしゃるんで、
ちょっとそこの公平性ですね、の問題もあって、お答えしてません。あと、ちょっとね、内容が結構、際どい内容っていうか、個別内容も結構多いので、まあ、そこのところの区別がちょっと難しいんですね。で、LINE は個別相談なんで、2人だけの秘密なんですけれども、YouTube のコメント欄だと、こう書いてしまうと、これ、ここまで書いていいのかなみたいな、ちょっと判断に迷うところもありますので、基本的に LINE アットの方の直接相談にだけお答えしております。YouTube の方は、返信はしておりませんけれども、ただ必ず見ておりますので、反映はさせます。ということになりますので、ぜひぜひ、どんどんお寄せください。はい。というわけでですね、この、経産省の一時金、まだまだ細かいところ、全然謎だらけです。謎だらけですので、発表され次第、まあ、続報を出していきますので、またそちらの方のね、続報をお待ちください。で、続報の方見逃したくないなって方は、まあ、今、この期間だけって言うと寂しいんだけどさ、まあ、それでも、このね、チャンネル登録とかしておいていただけると、見逃しがないかと思いますので、通知が行く設定にしておいていただけると、さらにいいですね。はい。あとですね、今日の動画、ちょっとよかったんじゃない?クリさん。私は良かったと思うよ。俺はちょっと良かったと思うよって方は、高評価の方をしていただけると、すごく嬉しいし、明日の動画からの、明日からの動画の励みにもなります。どうぞよろしくお願いいたします。というわけでまた、他の動画でお会いしましょう。